ジャニー北川前社長、2019年死去、去年87による性加害問題で被害を訴えていた元ジャニーズジュニア。で俳優、橋田康史、37が、21日に自身の X、旧ツイッターを更新。同事務所の東山木の新社長、56から直接謝罪があったことを明かした。写真、戸部、中井正宏。 ジャニーズをめぐる相関図橋田は、今日ジャニーズ事務所、東山社長と対話させていただきました。本当に苦しい思いをさせてしまって申し訳なかったと伝えてくれました。詳細はまた改めてお話しさせてください、と明かす。また、このような形での再会は本当に望んでいた形ではなかったですが、僕の個人的な感想として、ごめんなさい、もたくさん伝えてくれましたが、それよりも変わるきっかけ。 向き合うきっかけをくれて、ありがとう、という言葉が印象的で少し僕の中で救われました本音です。また少し整理して発信します、と綴っていた。98年に同事務所に入った橋田。今年5月に立憲民主党が行った国会内でのヒアリングに参加し、被害について告白した。続けて東京都の日本外国特派員協会で記者会見を行い、 自動虐待防止法の改正を求める署名活動の開始と同様の被害を受けた人に向けた連絡窓口の設置を発表。署名活動は同じく被害を訴えるカウアン・岡本らと行うとしていた。